こんにちは。骨格分析メイクと効果性の高いスキンケア商品を使って肌本来の美しさを追求するサロンを運営している平木由美子です。今日は以前に眉頭についての動画を作成したんですが、その関連で眉尻についての動画も見たいというリクエストをいただいたので作っていこうと思います。リクエストありがとうございます。では早速眉尻についてやっていきたいんですけど、まず今の自分の髪型だと眉毛が全然見えてない状態なんですけど、こういうスタイルの場合であってもメイクするときはぜひお顔全体を見えるようにしっかり髪の毛を上げて、お顔全体をキャンバスと捉えてバランスなど見ていっていただけるといいかなと思います。なのでこういう感じでこう描いたりしがちなんですけど、全部ガッとこう上げて作っていただくといいです。でまず眉尻の長さなんですけど、これはよくある全体の3分の2が眉山が来て、そこから後ろが眉尻お尻っていう風に言われてるんですけど、結構細かくどこですかって言われる方が多いんですけど、これは大体で大丈夫です。詳しく骨格分析に来られた方にはここですよっていうふうにお伝えするんですけど、基本は大体で大丈夫です。なぜかというとですね、3分の2、これが例えば真ん中に行き過ぎると、2分の1、真ん中の位置に眉山が来てしまうと思うんですけど、この今大体眉山なんですけど、この辺に眉山が来ちゃうと、半分で三角眉になるんですけど、あんまりここまで失敗してる人ってそんなにいないので、大体でいいかなと思います。あとはこのポイントっていう風に考えすぎると、すごくこう 上げて 下げるみたいな眉毛になりがちなので、そういう意味でだいたい3分の2っていう感覚でいいかなと思います。で次に、眉尻の角度がしっかりあるタイプ、きっちりこう下がってるっていうタイプと、いわゆる平行眉みたいなまっすぐな眉毛があると思うんですけど、自分が どっち方向の眉毛をすればいいかっていうのは、顔型で決めるのがいいかなと思います。横の印象が長いといわゆる丸顔さんになって、縦の印象が強いと、おもながさんになると思うんですが、おもながさんの場合はここの距離が狭いというよりは、このだいたい目尻とか眉山あたりからぐって奥に折りたたまれているような角度が強いんですね。なので、おもながに見えるっていうことが多いです。で丸顔さんの場合はだいたいこう緩やかにいくので、このあたりまで見えて結果丸顔に見えるっていう感じなので、この角度が強いのがおもながで、角度があんまりないのが丸顔っていう分類ができます。そうすると骨格分析メイクでいくと理想の比率に近づけた方が美しく見えるっていうような方向性のメソッドなんですね。じゃあ平均に近づけると個性がなくなるかっていうと、そう簡単に個性はなくならないので安心していただきたいんですけど、そうするとおもながさんは角度がギュンとあるので、できるだけ角度がないように見せた方がバランスが良くなるので、平行眉を作ってあげた方が、バランスが良くなります。で逆に丸顔さんはここの角度の切り返しがあまりないので、あえてこう角度の切り返しを作る、そうするとこう奥行きが角度の切り返しがある風に見えるので、角度のある眉毛がおすすめです。じゃあ次に骨格に沿った眉毛の角度の見つけ方なんですが、この目尻をずっと進んでいくとへこむところがあります。でここから眉毛の方に進んでいくと、この溝っていうのが続いてると思います。まっすぐっていうよりはちょっとポコポコっとしてるところあると思うんですけど、基本的にはこう溝が続いているような感じです。でそれがちょうどここの、溝になるんですけど、なのでこの溝にこう沿うような角度っていうのがすごく作りやすいです。じゃあ具体的にやってみます。ちょっともうすでに眉毛が毛があるのでちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ブラックのペンでやってみます。ではまず、眉山はだいたい全体の3分の2なんですけど、お尻の位置は、私は今回長めでやりたいので小鼻と目尻の骨の部分の延長でこの辺りっていう風に決めます。でここもくぼみのところですね。なのでここにこのように描いていきます。でもし短め可愛い眉毛を描きたい場合は、口角とこの目尻の延長になるので、もう少しこういう感じで短くなります。じゃあここの角度っていうのができたと思うんですけど、
それからまあ自分の場合はおもながになるので、あまり角度がない方がおもながを解消する方向性になるので、じゃあこの角度をどうするかっていうと、この下を軽く埋めていくような感じになります。そうすると少し今下がまっすぐになったかなと思います。で、上もですね、ちょっと自分の場合は上がって下がるっていう角度がもともとあるので、ここも下がってるところ、上がってるところがあるので、下がってるところにちょっとペンを入れてまっすぐにしていきます。はい、ちょっとこんな感じですね、はい、これで結構まっすぐ気味な眉毛ができたと思います。では反対側もやってみます。でしたでしょうか。長さ、それから、角度、あとは太さみたいなところでいくと、眉頭は太くで、お尻の方は細くっていうのが、もともとの綺麗なプロポーションとは言われてるんですが、あまりそこを意識しすぎると、どうしてもお尻の方が細くなってしまうんですね。そうするとちょっとトレンドから外れていったりするっていう、デメリットもありますし、眉尻が細いとキリッとした印象っていうのは出るんですけど、ここが細いとですね、この目と眉毛の隙間が空いてしまうので、ちょっと腫れぼったい印象も出やすかったりします。なのでキリッとした印象を出したい場合は、細くするっていうやり方よりはしっかりとこの縁を濃くするっていう方向性で、補った方がいいかなと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が面白いなと思っていただけたら、グッドボタンや登録の方お願いします。また聞きたいことだったりとかリクエストがあればコメントいただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。